私また美優ちゃんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。すごくたくさんの方がね今日は集まってくださっているんです。でも真っ白なコートとワンピースがとっても可愛らしいですね。ありがとうございます。はい、なんといっても皆様国民的美少女コンテストのグランプリでいらっしゃいますもんね。そうですね、いただきましたね。はい、さあそしてですね、どうですか、中山競馬場は初めて。初めてです。ですよね、競馬場自体が初めて来たんですよ。あ、そうですか。すごい人ですね。そうなんです、寒い中。はい、すごいね。今日の点灯も楽しみにしていただいてるんですけれども、はい、今日来てくださった皆さんはですね、お昼間はターフの方で熱く走る馬たちを応援して盛り上がってたんです。そうですね、はい、とってもね見るだけでもかっこいいので、ぜひまたそんな姿も見ていただきたいと思います。はい、さあそれではですね、皆様吉本さんと一緒に今日のこのイルミネーションの点灯セレモニーを盛り上げてくれるあのキャラクターを呼びたいと思いますので、これね皆さんにご協力をしていただきたいと思いますよ。せっかくですのでみゆちゃんのせーのって言っていただいて、はい、で皆さんでふなっしーと、ね、体がポーっと熱くなるようなもう本当に大きな声を出していただきたいなというふうに思います。よろしいでしょうかね。はい、皆さんもご準備よろしいですか。よろしいでしょうか。あら、なんかはーいがちょっとちっちゃいかもしれない。ご準備よろしいですか。あ、これなら大丈夫そうですね。はい、はい、それでは行きましょう。吉本さんよろしくお願いします。はい、じゃあ行きましょう。せーの、ふなっしということで、皆さんね、クリスマスを前にこのイルミネーションの点灯セレモニーに来てくれました。ありがとうございました。寒い中みんなありがとうだっしさあ近くでこのふなっしーのパフォーマンスを見たみゆちゃん、いかがですか。いやもう可愛いとしか言いようがないですよね。ふなっしーよかったわね。嬉しいだしな。嬉しいだしね。みゆちゃんあれだしな、本当にふなっしーとタメ張るぐらい顔がちっちゃいのしな。羨ましいだし。フラッシュどこまでが顔なんだろうね。でもね、一応かわいいご当地キャラ界の中では結構小顔の方なしよ。そうなんだ。嬉しい。はい、じゃあ今日はこのお二方にですねセレモニーを担当していただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。いやテンション上がっちゃうでしな。いやもう本当にあっという間の2014年も12月ということで、ちょっとね点灯セレモニーの前に少しお二人にお話をお伺いしたいなと思うんですけれども、みゆちゃんにとっては2014年ってどんな年でした。はい、すごく充実した1年になりましたね。初映画だったりとか初ドラマ、そして大河ドラマにも出演させていただきまして、一年中お芝居させていただいてたので、私もすごく幸せでした。ね、そして歌ったり踊ったりという活躍の場もたくさんありましたもんね。そうですね、その場もありましたし、今日こうやって点灯式に参加させていただけて、私もふなっしーのことをテレビでずっと見てて、もう会いたいなと思ってたのですごく嬉しいです。嬉しい嬉しい嬉しい。さあそしてふなっしーは今年1年はどんな年だったのかしら。いやあっという間だったのしな。なんか去年ちょうどここで、去年はゴリカ嫁さんとね、そうそうそう1年前にやって、そこから年明けて怒涛のように過ぎてって、でもいっぱいねあちこち海外行けたのが一番の思い出かなと思うなし。すごいグローバルふなっしーになっちゃったんですね。あ、そうですね。
ね、でも1年をぐるーっと駆け巡ってまたここに帰ってきてくれて、みんなと一緒にクリスマスイルミネーションの点灯式だなんて嬉しいですね。やっぱ嬉しいですね。ねえ、みんなありがとうでした。はい、メリークリスマス。ね、さあでもそんなあの12月も今年もあと1ヶ月弱残ってますけれども、うん、ミュージャーなんかやり残したこととかやりたいこととかあります？そうですね、12月13日にあの実はさっき言った初主演映画夢遥かが公開になるので、その夢遥かが無事公開するようにちょっと今願ってますね。それはするよね、ふなっしーね。するするでも羨ましいな、その大河ドラマに出てるってすごいなしな。そうなんですよ、そして映画も主演ということですから。うわー、ふなっしーもなんか大河ドラマとか出れないかな。ちょっとね、腰に刀とか刺してほしいね。なんかあのほら似合いそうですよね。戦場で負けた武将たちが空を見上げた時に見える月。もうね、月役でいいなし、月役で。ちょっとね、まあ、頭だけなら。あ、そうですね。